皆さんこんにちは。今日の動画はですね、スーパースポーツモデルである YZF-R7 を欧米で発売ということでですね、ちょっと前から噂になっていた R7 がですね、皆さんご存知かと思いますけども、この動画見てる方はね、ついに発売になったというところですね、欧米でですよ。はい。で、一応、今メーカーの企業サイトを見ているんですが、にはですね、2021年冬以降に日本での発売を予定しています。あくまで予定ですけどね。というふうになっております。つまりですね、ヤマハの国内のラインナップの中にですね、この R7 がですね、加わる可能性が出てきたということですね。非常にですね、素晴らしい話なんじゃないかなと思いますけども、R7、興味ある方見てくれてると思うので、どんなバイクなのかをですね、今見てわかる範囲の中で、せっかくこういう発表があったので、分かる範囲の中でちょっと軽くお話ししてみたいなと思ってはいるんですけども、まず初言からいきたいんですけども、車両重量188キロです。これあれですよ、欧米で発売になったモデルの話をしてますからね。はい。で、水冷4ストローク DOHC4 バルブ、直列2気筒ということでですね、要は MT-07 ベースのエンジンになってます。排気量は 689cc ということですね。はい。のオートバイという形になってるんですけども、最高出力は発表してなくて、最大トルクは67ニュートンメーターという形ですね。はい。で、燃料タンク容量13リッターという形になっております。まだ、使用燃料はちょっと書いてないですけども、そんなわけでですね、米国仕様の初言ですけども、そういう形で発表になりましたよというところですね。ちなみに、じゃあ細かいところをちょっと見ていくんですけども、発表になって分かってきたことがやっぱりいくつかあるんですけども、その中で実は前回の動画でもちょっとお話はしてるんですけども、メインフレームですね。ここがちょっとやっぱ気になりますね。基本的には MT-07 のベースにしているけれども、同じフレームではないようです、見てると。MT-07 ベースに、アルミのブレース、要は補強ですね、補強を入れたりとか、あとは首元、ハンドルをこう切った時に軸になる首元のところですね、そこのところの剛性を上げてるみたいです。はい。で、それに合わせてバランスを全部整えて R7 用に作り直しているというところでですね、実際これ乗ると別物っていうパターンだと思うんですけども、そんな感じでですね、倒立フォークに合わせた、車体の作り込みがなされているということがですね、新たに書いてありますね。そしてさらにですね、エンジンもちょっとね、ギア比が違うようです。よりですね、高揚感が出るようなスポーツバイクらしい設定にしてあるので、全く一緒のエンジンではないですよということですね。そしてさらにですね、このエンジンでは初めてですけども、アシスト&スリッパークラッチが装備されました。アシスト&スリッパークラッチはですね、基本的にはそのシフトダウン時の、必要以上にバックトルク、エンジンブレーキのようなものがかかって、バイクが姿勢を乱さないようにですね、ある一定以上のバックトルクを逃がしてくれる装備ですね、というアシスト&スリッパークラッチがついに初採用ですね、このバイクで。というところもですね、注目すべきポイントなんじゃないかなというふうに思います。だんだん分かってきましたね、細かいところが。そして、あとはですね、オプション設定ではありますけども、アップ用のクイックシフター。要はクラッチを握らなくてもギアを上げることができる装備、ダウンはクラッチ握るんですよ、上げることができる、そういった装備がですね、ついてくるというところがですね、今回の、発表の中でですね、分かったところですね。はい。すごくですね、面白そうなバイクになってるなという感じです。で、新しい動画が公開されていて、その動画ちょっと見たんですけど、なんかポジションを動画でこんな感じのポジションですよっていうのをやってます。で、2020年式の R6 よりも少しハンドルが高い感じ。そして R3 よりは低い感じの位置になってました。で、かなり R6 に近い感じのポジションですよというふうにですね、動画を見てる限りだと判断できるような感じ。これ、よかったら見てもらえればとは思うんですけども、はい。感じにはなるんですけども、これって、現行のね、R6 自体が結構、そんなにタイトじゃないんですよね。全然普通に乗れちゃう範囲っていうんですかね。もちろん、スポーツバイクですから、それなりのポジションにはなってるんですけども、ただですね、すごくタイトできつくてしょうがないっていうようなポジションではなくて、比較的これだったらいいじゃんっていうぐらいのポジションになってます。R6 がね。で、それよりも少しハンドルが高いので、最初出てきた時に思ったような、すごいハンドルが低くて本格的な、ものすごいきついバイクという感じではなさそうに見えますね。実際その
ポジション的には現行の R6 よりは楽なはずなので、そういった意味ではですね、ちょうどいいところをついてるのかもしれない。ただあくまでスポーツより、現行 R3 とかよりは低いですよっていう形になってますんで、まあスポーツ寄りにはなっているとは思いますけども、ただカツカツのあの本当にきついやつではないっていうところがですね、まあ動画を見るとまあ大体予測ができるというのがですね、まあ個人的な感想です。そしてこれあの2気筒のバイクじゃないですか。でやはりですね、2気筒のバイクで作ってきたということで、しかも新設計で出してきてるので、2気筒のバイクであろう、いいところ、2気筒ならではのいいところをですね、最大限に生かしてきてるなと思わせるような感じのものになってまして、とにかく車体がですね、スリムに作ってあります。で、それも動画に載ってるんですけど、なんかね、R3 とかよりも細いみたいです。なので、正面から見た画像が出てくるんですけど、めちゃめちゃ細いんですよね。なのでやはりですね、これもしかしたらコーナリングマシンとしてのですね、最強のウェポンの可能性があるというところがですね、おお、これもしかしてめちゃくちゃコーナリングロードで強いんじゃないのと思わせるような、そんな感じになってます。なので、まあもともと07のエンジンってすごく分かりやすくていいエンジンではあるんですけども、それをさらに味付けを変えて、フレームも結構変えてきて、実はかなりMT-07 ベースの派生モデルというよりは、実は結構煮詰めて持ってきていると。だから、そういった意味ではですね、2気筒好きの方はすごく期待していただければいいんじゃないかっていうのと、そうじゃない方もですね、ちゃんとスーパースポーツという名前がついているだけのものがあるものに間違いなくなってきてるなっていうのをですね、すごく見てて思いました。だけど、時代に合わせて、タイトすぎないっていうんですかね。タイトすぎて、やっぱすぐ疲れちゃうよっていうものではなさそうに、今のところは見えますね。これもちろん日本導入になったら、我々もですね、動画やろうと思ってますけども、はい。スキニープロモーションフォア、パーフェクトコントロールというですね、デザインコンセプトを上げてるようです。なので、薄っぺたく作ってありますよというところはですね、すごく個人的にはですね、好感を持っている部分ではあるのと、そしてデザインが少しR1 とか、あの辺と少し変わってきてるっていうのもですね、幅を、まあ正面から見た映像を見れば分かるんですけど、幅を狭くするためにですね、デザインが変わってきてるのかもしれないというところもですね、あるなというふうに思いました。まあそんなわけでですね、YZF-R7、今のところ分かってる情報はこんな感じかなと思います。あとね、メーターがすごくいい、綺麗なメーターついてますよってのもありますけど、はい。というところでですね、大体分かってるところは今こんな感じになるんですけども、多分どんどん情報が世の中のメディアに出てくるんじゃないかと思うんですよね。なのでそういったところをですね、我々もチェックしながら、またですね、続報があれば、どん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 出していきたいなとは思ってはいるんですけども、ただですね、プラットフォーム戦略というか、要は派生モデルとして作っていく形っていうのはすごく難しいと思うんですよ。これ MT-07 の派生モデルと言っても過言ではないと思うんですけど、派生モデル的な戦略っていうんですかね、商売としてやっていく、商品としてやっぱ売れなかったら作る意味がないので、やっぱりそう、みんなそこでご飯食べてるんでね、そういった意味ではですね、今回はですね、すごくその割には気合入ってるなというふうなのがですね、印象としてはそうです。フレームからの作り直しで、デザインもこれ一からデザインし直してるじゃないですか。で、見るからに YZF だなって分かるような、かなりいいデザイン、もう多分もうかなり露出してるんで皆さんお分かりだと思うんですけど、かなり申し分なく見た瞬間 YZF だな、ヤマハのデザインだなっていうふうに分かるようなですね、そんな感じになってるでしょうし、そしてこれ現物かっこいいんだろうなっていうのも分かるので、そういった意味ではですね、非常に期待が持てるニューモデルがですね、出てきてくれて、そしてまだあくまで噂の段階ですけども、予定としては日本にも導入があるということでですね、非常に楽しみな、感じに個人的には、思っております。まあ皆さんもそうなんじゃないかなと思うんですけども、ぜひぜひですね、新しいヤマハの YZF 兄弟がついに発表になりましたんで、そういったところをですね、皆さんで温かく見守っていけたらということでですね、今回の動画はおしまいにしたいと思います。また続報あったらね、動画出しますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。